そうだな、今日のシオン先輩弱そうだから行っちゃうかな、オセロ。すまん、今日のシオン先輩には勝てる気がする。マジか。あ、間違えた、んここ、あ、ビビったビビってた、もうちょっとビビった、オセロの、あ、ゆオセロのコマ見てビビってんな、これなんか言うとりますけど絶対に勝つよ、トラウマが、ウちゃんのトラウマがシオン先輩ペコーラ、あの日から大特訓し、マジで言ってる、絶対嘘本当に言ってる、紫シオンの手を全部ペコーラ色に染めるため日々特訓していたからな、見せてやる。じゃあペコーラが白色に染めてやるよ。まずここかな、まあ、大事だよねそこね。じゃあペコーラはやっぱ、あ、でもここかな、あそこ取っちゃうんだ、そこ取ってもあんま意味ないけどね。じゃあ、あるからあるから意味、意味しかない、ここ重要だよ、場面重要、ここ重要だよ、あー重要だね、あーどうしようかな、ここかな、あーそこね、そこ行っちゃう感じね、ここかな、じゃああーね、おーなるほどね、あーそこなんだ、ここかな、そうしてこうしてパンして、あーなるから、まあここ、ここ置けないんだ、あーっと、ここかな、うん、あーね、うんうんうん、置けないんだって聞こえ、うん、いや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 、でもペコラもなんならシオン先輩さ、ここに置いちゃいけないんだよね、ここに置いたら恥取られちゃうから、うん、なるほどね、要塞戦法ね、シオン先輩、まあそれも流行ってるよね、要塞戦法ね流行ってる、流行ってるかな、まあそれも流行ってるよ、最近の流行り、そこね、そこ置くんだね、じゃあここかな、まあそこ取っても、ここ取っても別にいつでもあの白に塗り替えれるっていうことはある、ほーらーやっちゃったねー、あーそうなんだね、まあまずここかな、じゃあね、ちょっとそれさ邪魔じゃない、こいつちょっと待ってえ、邪魔じゃないよ、なんでそんなこと言うの、え、ちょっとそれ邪魔じゃない、いや、じゃ邪魔だよね、明らかにそこなんか空いてるねー、やめてね、いや、まあ、でも角、でも角は4つあるからね、確かに、ね、4つのうちの1個が埋まっただけだから、うん、あと2個、3個空いてんだ、そうだ、ここを取っちゃえばいいの、ベコーラが、そうそうそう、ね、2個ずつだったらね、やっぱやめて、なんかさなんでなんで、まださ、まだい、まだ全然じゃない、そうだよね、まだまだ、まだわかんないよね、まだ、ここ置いたら、黒そこ置かれちゃうから、ここだね、相手のね、あ、賢いねえ、そこさ、黒やめてって言ったよねえ、え、え、言ってたっけ、言ってたよ、そこは、あの、予約してたよ、白がっつって、え、予約してた、うん、そこ予約してたから、ダメだよ、やっちゃいけないところだったんだ、嘘、嘘、やめて、あー、でも名前書いてないあー、矢倉戦法ね、シオン先輩、右側は取る感じね、はいはいはい、はい、右側だけね、そう、右側だけだから、まあまあそこは譲るよ、うん、ペコーラだってそんなお兄ちゃんないから、反対譲るよ、反対、あ、ペコーラ反対を攻めてくわ、うん、ガンガンね、反対ぐらい、しかも今見えてる、シオン先輩、うん、白の率のがたねえ、ちょっとさあいやいや、でもい、うん、まあ今これで黒の率のが高くなっちゃった、まあでもそれをやることでシオン先輩気づいてないみたいペコですけど、あそこ置けないんだ、うん、あ、なるほどね、まあはい、これでひっくり返しちゅうことにもなる、そこ、じゃあじゃあここ置いちゃおっかな、まあそこ置いたとしてもここで白で塗り替えれるちゅうこともある、なあ、確かに賢いね、ね、内側染めんのやめてくんない、内側染めいや、でも外側染めてった方がいいんじゃない、外側、あ、そっか、あ、そっかあ、そっかこれや、そうだよ、そうだよ、じゃあ、シオン先輩の領土は右、あなたは右ね、ペコーラが左の領土ね、オッケー、はい、ペコーラここ好き、やっちゃいます、あー、え、でも、え、半分半分に行くんじゃないの、なんでそこを取るの、ん、なんでダメなの、領土、ありがとうね、あ、くれるんだね、こうやってくれるために置いてくれたのかな、なんだ、そうだよ、半々って約束したもんね、だってちょっと、かぶったら罰ゲームだよ、そこペコーラが取ろうとしてた領土なのにさ、だって半々って約束したのに、だってそういうつもりでね、
やってくれたのかと思ってたよ。だってこれ今さ、ペコーラ結局右にしか置けなくなっちゃうからさあれじゃん。ちょっと待って、ここだな。そしたら左が白で染めちゃってるからさ、ね、やめて、そこよくないよそこあ、でも置けるじゃん、ここにして。やめて、これダメ、さっきやられ、さっきのやられるから、おいしけ、おー学んでる、学んでる、当たり前だろ、学んでるじゃんよ。じゃあここだな。ねえやめてよちょっとなんでそういう、え、ここ置けないってこと、ここしか置けなくない。おー、ねえやめて、おい、ねえパス、ねえちょっと待ってねえパス、ちょっとねえ紫塩無双しないで勝手に。でもいいじゃんいいじゃん、なんかいい感じに、このままペコちゃんが全部取ったらさ、半々ぐらいになるんじゃない、ちょうど。え、待って、ここだって置いたって白で染む、じゃなくて黒で染められるやん。え、ちょっと待って、これ積んでない、積んだ積んだじゃないこれ、ちょっと待って、え、これ積んでない、積んでない、そこだよそこだよ。え、ここしか置けないペコだよね、もう山ができとるやん、ちょっと待って。おー、じゃあここ取ったら、うん、いやでも角はちょっとな、かわいそうだよね、角は、うん、かわいそう、え、かわいそうだから、やっぱ先輩だな、優しい、マジで、ここ、こことかにしとくよ。はい、待って、一番取れやすいところ、一番多いところにしようここ取れないか、ここは一個だけか、うん、ここもないな、ここだ。よっしゃ、あー一番取れそうなとこね、そこおい、やってくるやん、なあ、なんや、黒が綺麗に染めてきとんねんけどこっちのリアウトだよな、こっち、ちょっとどこ、これかな、これかな、ね、こっちのリアウトに入ってこない。え、ごめんね、さあごめんね、四つ角を3つ取ったらルール違反って知らない？オセロ協会で定められてんだけど。来ちゃったよ、オセロ協会の人今日も。ね、前も来たな、オセロ協会の人。2つずつ分けんだよ、ちゃんと。だって、シュウ先輩、右上、左下、ここ取ったじゃん。ごめん、確かに、取っちゃった。欲張りさんだよ、さすがに、それは。欲張りさんしちゃった、ごめんね。ダメだよ、これ気をつけて、マジで。気をつけ、気をつけ、上は取らないよ、上は。じゃあ、ペコーラ、じゃあさ、左下取る。ね、うん、うん、左下取るからね。あ、そうか、ペコちゃんから見たら左下なの、左下そこだけは取らない。ちょっと待って、ペコラどこ置けるあ、ここやめて、そこだけは取らない、そこだけは取らない、あれ、いやでもそこだけは取らないから。ね、ちょっと待って、続かないんだけど。ね、取らないから。ね、続かないんだけど。え、終わっちゃう、あれ、でも取ってないよ、取ってないよ、そこ。いや、